サムさん、宇都宮大学に行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、設問形式はまずこんな感じになっております。で、M さん、単語の意味を問う問題。で、和訳問題に対して空小十問題という感じでいきます。で、皆さん、内容一致問題ですね。これは皆さん、他の大学でも対策が図れますので、皆さん、この色がついたところを全部いきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ皆さん、最初の場面でございます。一読をお願いいたします。さあ皆さん、先ほどの続きでございます。皆さん、問いの一番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、スケアですが、怯えさせる。恐れさせるんですよね。ですからそれを選択肢の中から選んでいただけるとよろしいかと思います。もちろん正解は C ですよね。フライト、これも単語の意味を分かっているかどうかを試す問題ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの2番お願いいたします。で、皆さん、設問の指示にあるこの彼女なんですが、これをこういう感じですよね。辿っていただけますと、皆さん、チョーカーズさんにぶち当たりますね。サムさん、和訳言ってみたいと思います。皆さん、該当箇所と模範解答を下に書いておりますので、皆さん、ちょっとこれを皆さんご覧になりながら聞いていただけるとよろしいかと思います。皆さん、まず出だしですが、there was nothing。皆さん、まずは動詞でいいかと思いますが、皆さん、主語はどれですかと言われたら、皆さん、there は副詞ですからね。ですので、皆さん、主語は動詞の右側でございますので、それは多分大丈夫かと思います。で、there was nothing、まあ何もなかったよということでよろしいんですが、ちょっと皆さん、話変わりますので、色分けさせてくださいね。で、皆さん、あと皆さん思い出せるかどうかということなんですが、皆さん、nothing 名詞があってですね。で、その右側に、エブル先生ですかね。皆さん、エブル先生名詞がいて。で、皆さん、セットはもちろん言ったよー。何をーってことでございますので、もちろん、たどし。で、皆さん、後ろに目的もありますかと言われたら、目的語がないなということです。で、皆さん、この名詞、名詞、他動詞、大なしになった場合は、皆さん、いけそうでしょうか。これですよね。皆さん、関係代名詞の省略が起こったんですよね。で、ただそれは知りませんという方も実際いらっしゃる可能性もあるの で皆さん、これでございます。スマホで皆さんご覧になっているかと思いますが、画面の右下にですね、このボタンがあるかと思います。で、皆さん押していただきますと、その関係代名詞の省略の動画のリンク先貼っておりますので、もしこの後お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。ですので、皆さん、この青い部分をですね、皆さん、左側、nothing にかけて訳出できてるかどうかがポイントでございます。そして、皆さん、ざっと説どうなってますかっていうと、皆さん、ちょっとまた色分けさせてくださいね。で、she didn't already know ということで、皆さん、もちろん彼女が死後。で、皆さん、know は知ってるよということで、何をで、あ、他動詞だね。で、じゃあ皆さん、後ろに目的語ありますかと言われたら、もう見ての通り目的語がないんですね。ですから、皆さん、このざっとの右側にこういう目的語がない状態になった場合、皆さん、大丈夫かと思いますが、関係代名詞というような判断でよろしかったかと思います。で、皆さん、この判断の仕方もすでに動画で撮影させていただいているんですが、知りませんという方は、こちらにリンク先やっておりますので、この後お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。ですので、皆さん、このざっと関係代名詞、という判断ができましたので、この青色のところと同じように、ここですね。皆さん、これを左側の先行詞にかけていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、先行詞大丈夫そうでしょうかね。皆さん、ざっとですからね。風じゃないですよ。ざっとですよ。ですので、どれで書きますかと言われたら、もちろん、ここでよろしいかと思います。こうですよね。ですから、そこがちゃんと分かってるかどうかを試す問題ということでよろしいかと思います。じゃあ皆さん、和訳する順番どうしますかっていうことですが、
で、このオレンジの Nothing のところに青色と緑色をこうやってかけることになるので、ですから一番最初に訳す部分は、多分エブル先生のところですかね。で、エブル先生がセット言ったことで、例えば皆緑のところですね。主語もちろん彼女は先ほど確認が取れております。お母さんですね。母、超母が。didn't already know ということで、このあたりが多分4番目でしょうね。ですから、すでに知らなかったこと、もしくはそれまでに知らなかったことは、っていう感じで、nothing にかけるということになりますので、4番目の次ですから、このあたりが5番目ということでよろしいかと思います。いけそうですかね。ですから、皆さんもう一回改めていくと、皆さん、エブル先生が言ったことで、で、お母さんですね。母、超母ズが、すでに知らなかった。それまで知らなかったことは、there's nothing、何もありませんでした。というような感じで、訳出していただけるとよろしいかと思います。サメさん、一読をしていただいて、問いの3番、お願いします。で、皆さん、この母が誰なのかということですが、皆さん、この会話の中でございますので、ですから、この会話の中にこう移動していただけますと、実はカウンセラーを指すんではないかというふうな判断ができるかと思います。サムさん行ってみたいと思います。まずは出だしですが、I'd like ですね。I would like でございます。もちろん私が主語で、で、would like 直訳はまあ好んでおりますということでよろしいかと思います。ジャムさん何を好みますかということなので、ただし。で、your permission 目的語ということでございます。ですから私はあなたの permission 許可ですね。それを好んでおります。許可が欲しいです。みたいな感じでよろしいかと思います。で、皆さん、ポイントはその右側でして、皆さんこれもちょっと思い出せるかなって感じがするんですが、皆さん、for があって、後ろ to 不定詞ですよね。でもちろん、to 不定詞のところは、to begin seeing her ということで、begin seeing ですかね。もちろん、see は、直訳すると皆さん、見たよー、誰をー、ということですので、他動詞。で、彼女を見る。つまり、彼女に会い始めるんですよね。あと皆さん、once a week、一週間に一回ということで、これ皆さん、副詞でございますので、ですから、まあ、カッコして全体で M としております。こうですね。で、皆さん、もちろん、訳す順番は、こんな感じですね。ですね、M は、基本的にも右側から左側、に訳し上げていただけると、うまいこといきますからね。さあ、皆さん、ポイントは、これでございます。この、begin seeing her ですね。もちろん、この彼女は、先ほど、カウンセラーということが分かっておりますので、そのカウンセラーに会い始めるのは何ですかと言われたら、皆さん、息子さんのブラッドリーですよね。ですので、皆さん、思い出せますか ?to 不定詞の左側に4があれば、そこを皆さん、意味上の主語というふうに呼んでましたよね。これでございます。ですから、ここをちゃんと意識できてるかどうか。で、皆さん、意味上の主語です。ですので、ブラッドリーが、と訳せてるかどうかが大きなポイントになっていますからね。で、もちろん、それのお話を知りませんという方は、これでございます。こちらにリンク先やっておりますので、後で参考なさっていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、構造はこんな感じで取れましたので、皆さん、順番いってみたいと思います。まず、主語は、おおむね一番目に訳せば問題ないかと思います。そして、皆さん、動詞のところはですね、少し後回しにした方が綺麗に決まっていますからね。そして、皆さん、後ろに皆さん、意味上の主語が出てきているのはもう分かっておりますので、ですから、ここのあたりですかね、このあたりが最初になるかなという感じがいたします。あとは、そのブラッドリーが、で、右側から左側にかけますので、このあたり3番目。で、トミさん、動詞のところを最後に回していただきますと、うまいこと決まりますね。で、この青い部分を訳し切ってから、そのオレンジのところでございます。トミさん、目的語、your permission 許可。
で、その後動詞に戻ってきていただけますと、うまいこといけそうですね。ですから、皆さん順番としては、私は、で、ブラッドリーがーですね、がーで、1週間に一度彼女、つまりカウンセラーに会い始める、まあ、もしくは面会を始めるみたいな感じで訳せておけば十分かと思います。で、その Your Permission、 あなたの許可ですね、それを望んでおります、そういうものをいただきたいですみたいな感じで訳出していただけるとよろしいかと思います。デミさん、その後一読をお願いいたします。デミさん、一読をしていただいた後、問いの4番お願いいたします。さあ、行ってみたいと思います。まず出だしは There was a hardly room ということで、皆さん先ほども出てきましたが、わずが動詞で主語は右側ですからね。田辺さん、このオレンジのこのルームですね、まあ一瞬部屋かなというような感じがするかもしれませんが、これが皆さんお部屋、つまり数えることができる名詞だったらあーとかざーとかがつくはずなんですが、だからそのあーとかざーとかついていないんですね。で、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、これですよね。あーとかざーとかついていない名詞、不可算名詞ということでよろしかったかと思います。でもちろん、あとは、皆さん、ルームが不可算名詞の場合、和訳これですよね。余地とか空間というふうに訳せてるかどうかが、まずはポイントでございます。ですので、There was a hardly room、ほとんど余地空間はありませんでした。じゃあ皆さん、それはどんなと言われたら、先ほどの和訳と同じポイントですよね。皆さん、for があって、後ろ to 不定詞。じゃあ、この4のところはどういうふうに言ったんですかっていうと、意味上の主語ということでよろしかったかと思います。ですから、皆さん、ブラッドリーのお母さんと彼の先生が、トゥースタンド立つ、みたいな感じで訳出できてるかどうかが大きなポイントでございます。ですから、やはり主語ですので、このあたりが一番最初。そして、トゥースタンド動詞のところ。あとは皆さん、トゥースタンド立つルームというふうにおそらくつなげているかと思いますので、2番、3番とつながって最後は動詞のあたりですね。この順番でよろしいかと思います。ですので、ブラッドリーの母親と、もちろんお母さんと、彼の先生が、トゥースタンド立つルーム予知空間は、わずハードリーほとんどなかった。というような感じで訳出していただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて一読をしていただいて、皆さん、問いの5番お願いいたします。で、皆さん、まず一つ目のヒントは Still wearing the うにゃうにゃでございますので、皆さん、まだ着用しているんですね。身につけておりますので、そういうものが正解になってきますね。で、皆さん、次の文章を見ていただきますと、removed it でございますので、取り除く。つまり、着脱可能なものが入ってくるはずです。で、皆さん、おそらく最大のヒントは、この波線のところだと思います。put it back in the box ということで、皆さん、箱の中に戻してますよね。で、皆さん、もちろん、戻しているということは、言い方を変えると、絶対に一回は取り出してますよね。その取り出してるものが何なのかを遡って考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、箱の中から取り出してる様子はここに書いてますよね。ですから、あれが正解ですね。ですから正解はドルフィンパペットということでよろしいかと思います。で、皆さん、ちなみにパペットとは指人形、操り人形のことですが、さすがにそれは知らなかったとしても、なんとかこんな感じでつないでいけそうですね。で、皆さん、続きでございます。さあ、皆さん、続いて問いの6番、お願いいたします。で、もちろん皆さん、メッシーと言われたら、散らかってる様子ですよね。ですから、それで選択肢どれですかと言われたら、でですよね。
アンタイディ。もちろんタイディっていうのは整理整頓されてるわけですが、それがアンで否定されてますよね。ですので、デーが正解です。さあ、最後でございます。問いの7番、お願いします。さあ、行ってみたいと思います。まずは、出だしは、you, wouldn't believe ですね。もちろん、you が主語。で、would not believe 信じてるよ。何をっていうことですから、皆さん、たどし。で、all the horror stories、目的語ですよね。そして、その右側に I've heard…… のところでございますので、皆さんもう大丈夫かと思いますが、先ほどと同じ現象が起こってますよね。皆さん、名詞が2つ並んで、で、もちろん、here は聞いてるよ。何をということですから、他動詞。で、後ろに目的語があるかと思ったら、皆さん、前置詞プラス名詞で全体で M でございます。ですから、皆さん、目的語があれないなぁ、となるので、皆さん、関係代名詞の省略がここに起こるんですよね。ですから、皆さん、この青いところですね、このあたりをストーリーズにかけて、訳出していただけると嬉しいかと思います。さあ皆さん、訳す順番でございますが、皆さん、まずは主語が一番最初でいいかと思います。で、皆さん、動詞はぐっとこらえていただいて、皆さん、じゃあ目的語かなって感じがするんですが、結局皆さん、この青色のところからこうストーリーズにかかっていきますので、ですから皆さん、2番目は多分このあたりですかね。主語を私。そして、皆さん、右側どうなってますかっていうと、皆さん、前置詞プラス名詞ですので、これ皆さん、最初に訳出していただいて、あと皆さん、動詞ですよね。こういう感じでいいかと思います。で、それを皆さん、ストーリーズにかけていただいて、あとは、最後に残ったオレンジの動詞のところですよね。これですね。ですから、こういう感じで皆さん、つなげていただけるとよろしいかと思います。ですから、さ、あなたは、ですね。で、青いのところ、私が、で、ブラッドリー超過に関して、もしくはついて、聞いている。で、all the horror stories ですから、すべての恐ろしい話。それを、would not believe。信じないでしょうね。って感じで訳出していただけるとよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。さあ、宇都宮大学の長文で、皆さん、ポイント3つ出てきましたよね。さあ、関係代名詞の省略パターンとか、トゥー不定詞の意味上の主語。そして、不可算名詞ルームの意味ですね。このあたり皆さん、しっかりワークできるかどうか、分かってるかどうかを試す問題が多くありましたよね。で、皆さん、もちろん、問題集とか、授業とか、普段頑張っていただいてるかと思いますが、皆さん、この、動画ですよね。いや、だっちとスタディでも、随時コメントしてるもの。それが皆さん、試験本番中に出ておりますので、ですから、皆さん、この動画もうまく活用しながら、頑張ってくださいね。